大寺明日見から1895年2月9日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍少将。薩摩藩士大寺七郎の次男として生まれる。陽名はいよいよ七。幼くして父を失う。二十歳にして増子官女教となった。母親戦争従軍の後は陸軍に進む。1871年に 陸軍将尉に任官して一番大体分隊長、陸軍中尉として、半将隊長、東京陳大付などを経て、1874年2月から5月にかけて佐賀の乱に出征し、続いて台湾出兵に従軍した。広島陳大付不評第1二連隊付などを経て、陸軍と山学校で学ぶ。 1877年3月から8月にかけて、不評第12連隊中隊長として、西南戦争に出征した。不評第11連隊中隊長、同連隊副官、不評第8連隊大隊長、この F 評、第2連隊大隊長、不評第3連隊,隊長などを歴任し、1888年11月、陸軍大佐に進級。第2師団、第4師団、 第一師団の各参謀長、欧州出張などを経て、日清戦争に出生。1894年11月、陸軍少将。翌年1月、不評大11旅団長。同月20日に、境城湾に上陸し、異界英に向けて進軍中に砲弾を胸に受けて、戦死した。日清戦争において、唯一の召喚戦死者であった。その生前の軍港により、 1895年8月、七代太郎に男爵が授けられた。また1898年には、安順にも、肖像位が追贈された。大寺少将が被弾の際に着用していた、軍服、軍帽は靖国神社優秀館にて、展示保管されており、戦死から一世紀を経た現在も見ることができる。また、版画、伊海英百尺が化書に大寺少将スも合わせて、 展示されている。ありがとうございます。